Alright, let's see now. Why him now? What? Ah, because he disappeared in this episode. I forgot. Oh Jesus, that's harsh. Oof. Oh Jesus. Alright. Yeah, okay, I remember that. But let's just see. 結構広いけど頑張ろう。 Ah. Oh yeah, because he fucking stole my fucking key, that bitch. I remember.建物の中までとなると、一日ではとても無理だから、今日は四分の一くらいやろうか。その前に、一つ行きたいところがあるんだけど、いいかな？ん？いいけど、どこに行くの？東国の家だ。お邪魔します。うわ、お金持ち。 I wish that would be my space to play VR. But I don't. Whatever. ここにはいないのかな？そうかも。Right.
Wow. That's such a character change for Kageyama. Like, he's not normally like that. どうしたの? どうしてこんなものが金庫に? 大切だったんだろう? あと、これって… Is it the same color? Was it not gray? Fuck. It was better than copper mint, though, or something. お父さんが準備していたものだろう。渡せばしなかったみたいだけどな。東国はこの金庫内にあるとある論文がこの世界を理解するために役に立つと言ってたんだ。そうなの? じゃあこの紙の束の中に何かヒントが。そうだろうね。だけど僕たちで理解できるかな? 確かに 一応全部持って帰ろう。今ここでその論文がどれかなんて判断がつかないし。そうだね。段ボールか何かに詰めて持ってくか。 ちょっと探してみるね。ありがとう。That was a trick. He took a notebook. Sakurai-kun. So he saw that I got it. Okay. Sakurai-kun, That snake. That's why he fucking took my keys. そうだね。 I mean, I guess that's understandable, I guess. If you say so. Ah. Okay.
wonder if now. So I left with Camille and her, okay. ねえ、神谷くん。どうかした？大丈夫？Whoa, that was creepy. 大丈夫だ。俺に任せて。今までだって何とかしてきたんだから。Okay, well. そう。Ew, I don't like that. わかった。任せるよ。いつもみたいに。What the fuck happened? Ow!What was that about? I mean, because he was in the concert or something. 僕だけど、東国さんを見つけるためにも、桃野さんと変わってもいいかな。え？いいけど。ありがとう。桃野さんに行ってくるね。Still the noble.That was weird, you see, to me at least. Okay, well, let's go, I guess. Ro, 真面目に探せ。だってな。見つかるわけないし、right. どうして自分で考えろ。神谷君を脅した。そうでしょう。ああ。脅したわけじゃない。じゃあ、協力関係。明らかにおかしなことが一つある。なんだお前、今日はおしゃべりなんだな。ロウ君はみんなの前に姿を現した。
みんなが君のことを覚えていないことを知っていたはずなのに。That's so different from the Kageyama that was in the first playthrough that Sakurai was around. In his mind, it's like a different approach. 君には強い疑いが向く。何言ってる。ロー君はそれを承知で戻ってきたんじゃないの。もしそうなら、ここで考えは大きく二つに分かれる。疑われても、みんなの前に姿を現す意味がある。もしくは、みんなに疑われることこそが目的。That would be in his style. 影山、お前ほんと鋭いよな。一番苦手なタイプだわ。ま、でも行動に移す勇気はないからいいんだけど。傷つくのが怖いんだもんな。みんなに受け入れられて仲間に入りたい。What? 別に。でも嫌じゃない。誰かから嫌われてるの。僕は気持ちよくわかるよ。俺を詮索して何がしたい。何を知ってる。何も知らないよ。Triggered. あ、ごめん。僕、ホテルに忘れ物しちゃったみたい。ちょっと取ってくるね。え？あ、ま。Kamiyan didn't want anything. Like, what the hell is this delusion? Come on. Okay, well.
なるほど。Speed reading, that's what I did. Well. Mm-hmm. Ah, Sakurai-kun, sagashitei tan da. He knows. I know. Everyone knows. どうしたんだ。これ落としていたよ。Of course, dropped. Dropped. I mean, definitely, yeah. But come on. ありがとう。部屋に戻れないかと思うと焦ったよ。Yeah, of course, that was true. お礼なんていいよ。それより用心してね。何が起こるかわからないから。I hate this fake shit. Again, struggle. 本当にありがとう。Why against her? そっか。今日も見つからなかった。でも、あさってまでには全部調べ終わるだろう。そしたら見つかるさ。神谷、やっぱりローのことは納得できない。ああ？まあまあ、思い出さないなら無理もないよ。でも、彼は確かに僕らの仲間だ。疑うならいろいろ聞いてみればいい。俺たちにしかわからないこと。当時お前俺が犯人だとでも言いたいのかよ。そうだよ、お前以外にいないだろ。そうか、現実世界で殺人をしてそのことを覚えてるやつが仮面をかぶってこの中に潜んでるんだと思うけど。誰かを傷つける人間なんていない。いやいや、いるんだろ実際。そうじゃなきゃ東国が殺されたりしない。さて、死体はどこに隠されたんだろうな。殺された。やめろって。町工事、証拠もなく疑うのはどうかと思うよ。むしろそっちがやってない証拠を出せよ。お前しかいないんだから。分かった分かった。そこまで言うのなら俺はこの場を去る。それでいいんだろう。お前と一緒の空間にいることが耐えられない。ったく、せっかくお前らの推理ゲームのお助けキャラになってやろうと思ったのに。うそ。No。みんな
ちょっと。えお。影山、どうした？Decision, another. That's interesting. Okay, so obviously, let's just sit here. But like, it doesn't tell me anything if it is. Wait. This is. Telling everyone? Or siding with Cam? Which one is to call out the screen? I guess this one, right? Let's go with that. どうしたの、影山。Ah, okay, yeah, that's it. 東国さんが語っていたこの世界の仕組みについて、一旦おさらいしてみてもいいかな。おさらいか。影山がそれを必要だと思うなら。ぜひやるべきだ。クロノス世界には一つのミッションがあって、それをやり遂げることでこの世界から脱出できる。逆に言えばこの世界は僕たちにそのミッションをやり遂げさせようとしてる。だからこの世界は手伝ってくれるんだよ。電気が使える使えないも、記憶が消えてるのも、メッセージだって全部が僕らを導くためのヒントなんだ。世界は僕たちの味方で。Okay. だからこんなこともできる。This is the main story then. Okay, that's fine. The other one will do other time as before. 容疑者リストを出して。Alright. これは。実は東国さんにディスプレイの活用法についてこっそり聞いていたんだ。伝えるのが遅くなってごめん。Bullshit. But okay. 世界が提示する容疑者は8人で、ロー君は入ってないんだよ。だからロー君は絶対に犯人じゃない。待てよ、あくまでも僕ら8人の中に人殺しがいるっていうのか。いや、なんだ。なあ、ユリアの名前が消されてるのってなんだよ。わからない。なんだよこれ。メルフ、 What's that word? Jesus。 Okay, I thinkThis would be the part where he disappears or something. Let's see. I think. I don't remember exactly. Ah, no, it's not that one, I think.
神谷くんがいないと本当に僕は何もできないんだな。まだ、どうした影山、何か用か。Yeah, I was mad at that moment, I remember. 謝りたくて。謝って許されるようなことじゃないと思うけど。僕、桜井くんの部屋に勝手に入ったよ。それで、ノートを勝手に読んだんだ。さっき話したことも、全部ノートに書いていたことで。本当にごめんなさい。いや、いいんだ。あのノートは本来全員で共有すべきものだから。隠し持っていた僕が悪い。うん、桜井くんは悪くないよ。仲違いを避けたかったんだよね。僕も同じ立場ならまず隠し持っていたと思う。影山、教えてくれ。どうしてそんな大胆な真似をしようと思ったんだ。いや、だとしてどうしてんだ。責めてるわけじゃなくて、純粋に知りたいんだよ。僕の中の影山と目の前の影山がなんだか噛み合っていない感じがするんだ。自分を一番大切にするのをやめようと思ったんだ。どういうことだ。僕ってさ、これまで大事な時に全然行動できていなかったんだ。 That's not the right word for that, okay. いろんなことに気づける目は持っているのに、肝心な勇気はなくて。自分が傷つきたくないから何もしなくて。でもけど、あ、けど、fuck you。 でも変わらなきゃいけないんだ。こんな状況だからこそ僕にはできることがある。変わるんだ、神谷くんや桜井くんみたいに。 No, wait. It is actually, I think, the moment he disappears. そうだ、町工事くんがこれからスクランブル交差点でワンマンライブをやるらしいんだけど、見に行く？ワンマンライブ？こんな時に何考えてるんだあいつ。多分町工事くんなりにみんなのことを考えてるんじゃないかな。俺の歌で辛気臭い空気を変えてやるぜって感じに。そうか、そう考えるとあいつらしいな。僕は遠慮しとくよ。ちょっと考えたいことがあるんだ。ライブはみんなで楽しんでくれ。わかった。それじゃあおやすみ。あ、また明日。 Okay, let's see the aftermath. Antique bookstore. So he went to the place, not to the, his room then. Interesting.And that's a new place. Huh. Jesus. I guess. The music is like in Persona when they like discover the persona within and like evolve stuff like that.
Social link. It was social links. I think again I would be Hierophant or something or stuff like that, or Hermit. No, I think Hierophant. I'm not even sure. I don't remember the exact meanings to the tarot cards. Fuck, I still wish I'd play Persona 5. One day for sure. Camilla to ask? Interesting. Oh, two of them. Okay. どうかした？ちょっと話したくて。少し意外でね。影山が牢のためにここまで動くなんて。てっきり牢のこと嫌いなのかと。僕はただ神谷君と同じことをしただけだよ。俺と同じこと？仲間外れを作りたくなかっただけ。そっか。君は優しいやつだもんね。優しくなんかないよ。僕はただ傷つくのが怖くて。自分で何もできない。臆病者だ。Not now. Maybe later. 違うよ。どうして俺が影山に声かけたか知ってる？ I hate when Kamiya smiles like that. Fuck that. Yeah. 知らないけど。影山は誰よりもみんなをよく見てる。だからこそ慎重になることもあるけど、でもそれは誰よりも優しいってことなんだよ。だから影山に声をかけたんだ。優しくなんてない。僕はただ自分が傷つきたくなかっただけで。人の痛みがわかるからでしょ。神谷君、どうもしないの？どうにかしたいよ。でもできないんだ。すべてを救い切ることは誰にも。そうだよね。これは。神谷君、僕は君に感謝してるんだ。ああ。本当に感謝してるんだよ。だから、もっと自分を大切にして。そうだ。それじゃ、おやすみ。Good night. Ew.That's where
the Kara sees me and Kamiya at the same time. Okay, and that was the last time. Kageyama. Yeah. Komiya-kun. どうかした？何か忘れ物でもあったかな？そうじゃないんだ。ただ今まで寂しい思いをさせてたかもしれないって思って。I have let you feel that. 寂しい。俺にとって影山も諸角も大切な存在だ。でもだからこそ。身近にいても頼りはしなかった。いざという時に巻き込みたくなかったからだ。Right, yeah. でも、それももう終わりにしようと思う。俺は、ちゃんとみんなのことを頼るよ。Such a link. どうして急に？今回影山がディスプレイに容疑者リストを出して本当に驚いた。きっと君なりにずっと考えてあれが最善なんだと導き出した答えなんだと思う。You know, now I realize like the huge pattern that is with visual novels is that something sudden happens like out of the blue and then in the next like hour things revolve around that discussing that and it's just like over and over again like that. It's likeThe action is really high-low, high-low. That's kind of like how visual novels work. Like, now I see that. 思えば、俺は何かと助けられてきたんだ。今回みたいに。一人で何かしたつもりで、でも実際は何もできてはいなかった。最初から助けられていたんだ。それならちゃんと頼らないと。ありがとう。でもそんな。だから協力してもらうために伝えておくよ。何を ？No。影山、俺は。あ、いやいや、okay, yeah. クロノス世界を経験したことがある。Right, he told that.After. だからこの世界について最初からいろいろ知ってたんだ。鏡の壁のことも含め。俺を手伝ってくれるか。もちろんだよ。Jesus.Oof. Whoa. Oi, Kageyama? Jesus Christ. And bam, he disappears. Oh no. Wait, what the fuck? That's a bit out of the blue. ごめんね、二階堂さん。Right. Another to go.What's this perspective? From who?
Wait, what the fuck? No, oh Jesus. Jesus Christ, get out. I'm closing my eyes. Oh Jesus. I don't like that. I like movement, not fucking pictures. Okay, that was pretty good, I guess. Something new.